はい、どうもこんにちは、バシートミーです。はい、どうぞ。本日紹介するのはこちら、じゃーん、遊戯王デュエルモンスターズデュエリストパック疾風のデュエリスト編です。はい、パック向くのがもう久しぶりすぎる感じですね最後にやったのがもういつだか思い出せないレベルなんですけども、はい、ちょっと久しぶりの遊戯王の開封ですね。前々からちょっとやりたかったんですけど、発売の時に逃してしまって、そっからずっと再販待ってたんですよ。はい、で9月の後半にこれのパックがね再販すると聞いて、Amazon で3パックだけね、ごめんなさい、3ボックスだけ、用意させていただきました。で本日ねこちらの方で、開封していきたいなと思います。はーい、バシートリンチャンネル。はい、でですね早速ワンボックス開けましたんで見ていきたいんですけども、今回狙ってるのはリリカルリスキニアってやつなんですね。LL ってやつですね。うん、でそれからウルトラレアのバロネスですね。あの辺を狙ってます。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、まずスピードロイド、バンブーホースですね。スピードロイドの新規だね。自由解放、時花の魔女フルールドソシエルだね。おー懐かしい。はい、これウルレアでわざわざ買った時があるんだよな、ビー玉シーン、リリカリスキニアバードサンクチュアリー、リリカリスキニアから出てきましたね。いいね。はい、でリリカリスキニアコバルトスパローですね。リリカリスキニア僕全然持ってないんで何かだっても嬉しいわ。カイドレイク、これ V ジャンでついてきたカードだね。そしてスピードロイドルーレットですね。はい、まずはスレアいらないはい、リリカリスキニアベリールカナリーですね。かわいいよねこの子もね。うん、はい、サワイアスワロースターリングですね。はい、でカールターボ、カイドレイク、革命の御旗、これはあれかなんだっけ、ファイブディーズに出てきた人が使ってたやつだよね。うん、で、お、赤目のダイス、懐かしいね。バンブーホース、これ新規じゃなくてあれだね普通に最悪だね。スピードリバース、ダブルヨーヨー、リリカルリスキニア肥沃の霊長。うん、おー、イラストはやっぱリリカルリスキニア好きだな。タケトンボグ、懐かしいなこれもね。はい、チャンバライダー、ネクロフルール Z1 ですね。はい、まさかの最悪マジックハンド、これ新しいやつですね。うん、かわいい、フルルシンクロン、ナイチンゲール、対抗図、ワーブラーですね。アセンブリナイチンゲール、こっちだな。はい、コバルトスーパーロー、シンクロディレンマですね。これシンクロモンスターだったら何でもいいっていう感じか。はい、でスピードロフリフト、お、ベイゴマックスと、お、いいね。はい、そして聖騎士ジャンヌ、フルードシュバリエ、シークレットエラーでネクロシンクロンでしたね。あー、でも祝が当たってくれるだけまだいい。はい、スピードルード、デンデン大光、自由解放、フルルドソシエル、ビーダマシン、スピードロイド、吹雪も同時だね。うん、はい、リサントスターリング、ターコーズワブラー、ジャンヌ、スピードリバース、スピードロイド、デュプリゲートですね。はい、赤目のダイス、バンブーホース、スピードリフト、ダブル用きたー、お前が欲しかったんだよ。はい、手に入ったぜ。はい、フルドソシエル、赤目のダイス、Z1、ハイスピードロイド、コルク10ですね。はい、これもスピードロイド新規だね。アナキシダンの白馬、サファイアスワロー、チャンバライダー、コバルトスパロー、カールターボ、バードサンクチュアリー、Z1、タケトンボーグ、ナイチンゲール、デンデン大光、トキアナの賢者、フルールドサージュですね。はい、あれ、ウルワクが 2枚でできた。まあまあいい感じなのかな今回のパックはね。はい、ネクロフルール、カイドレイク、ベイゴマックス、フルードシュバリエ、ベリルカナリが2枚目ですね。はい、フルルシンクロン、自由解放、フルードソシエル、ビーダマシン、革命の御旗ですね。はい、とりあえず欲しいのが1枚手に入りましたね。うん、バロネスが手に入ってくれたのよかったなと思います。その代わりリリカルキスキャンのねスーレアとかが一切出なかったね。あー、はい、気を取り直してもうワンボックスね開けていきましょう。まあ、とりあえずフルールド、あ、なんですか、バロネスが出てきてくれたんでとりあえず3000円はゲットかなって感じでね。うん、売りはしないんだけどね。はい、はい、では、ここからはねちょっと飛ばしてみていきましょう。フルールシンクロン、Z1、サバヤスワロー、お、フルールドバロネス2枚目当たってくれた。いいね、いい感じの引きですよこれはね、はい、でもウルレアの LL が欲しいんだけどな。お、セレクトバグテイル来てくれた、かわいいね。いいね、やっぱ LL 好きだわ。白馬リエル、ビーダマシン、お、リリクルディスティン、アンサンブルロビン、シクレアだ、やった、ロビンちゃんシクレア手に入った、
これは嬉しい。今回 LL パックになってるね。はい。アセムリナイチンゲール。それで、フルールサージ。2枚目ですね。はい。ネグルフルール。コバルトスワロー。ホロレアだ。クリアウィングシンクロトラックのホロレアだ。うお、すげえ。おお、まさか当たるとは思ってもみなかった。いいね。はいはいはい。まさかの当たりですわ。カイドリックジャンヌ、フルールド、フルーレですね。はい。これこっちだな。はい。で、ティバリゲート、スターリング、スターシンクロン、ジャンヌ、カイドレイク、白馬ですね。はい。じゃあ続いて3ボックス目見ていきましょう。はい。2箱目がかなりいい感じでしたね。LL がちゃんと当たってくれてよかったなと思います。さあ、運命の3箱目ですね。そろそろクリスタルウィングが来てくれても嬉しいかなと思うんだけどね。はい。バンブーホース。リエ、スピードロイドルーレットのシクレアか。あれ、さっきも当たってたような気がする。まあ、いい、私確認しましょう。はい。微妙なシークレットで出ちゃったな。ちょっといらなかったかなって感じだね。まあまあまあ、問題は LL ですね。お、バードコール来てくれた。よかった。1枚来てくれて嬉しい。はい。よかったよ。ミハタ。クロン、ジャンヌ、バロネー。3枚目。バロネスはさすがに1枚でいいと思うんだよね。2枚もいらないと思うんだよなって思うんですけどね。はい。さて、あとは何が来てくれるかなって感じなんですけども、ペラペラ見てますけども、はい、ネクロシンクロン、はい、そりゃもう終わりかな。もうこの先あと1枚ぐらいしかいない気がする。カイドレイク、フルードサージ、お前も3枚目か。ウルレア、こいつらしか出なかったな。はい、以上です。ああ。どういうあたりをしてるの。よくわかんねえな。はい。じゃ、とりあえず、当たったやつをね、ちょっと確認していきたいなと思います。はい。ではですね、すべてスリーブ掛けを終わりまして、確認もできましたので、何がどう当たったのか、改めて確認していきましょう。はい。まずですね、スーレが、リリカルディスクにはセレクトバグテールが1枚、ネクロシンクロンが1枚、ハイスピードロイドコルク10が1枚、それから、リリカルディスクにはバードコールが1枚、フルールドフルーレが1枚、スピードロイドルーレットが1枚という感じに当たりました。スーレはかなりばらつきがあって、それぞれのテーマが1枚ずつ当たったかなっていう感じですね。うん。すごいばらけてていい感じ。個人的にはね、リリカルディスキニアがめっちゃ被ってきてくれてよかったんですけど、特にバートコードね。1枚高いんだこれが。うん、まあいいや。はい。で、スーレアこんな感じでした。はい、次、ウルレアですね、トキバの賢者フルードサージュが3枚、はい、で、フルードバロネスが3枚入ってね。ウルワグ全部こいつらに持ってかれる。いや、バロネスが3枚当たってくれたのはいいんですよ。バロネスは状況によっては2枚使うっていう可能性もあるので、うん。デッキによってはね。なんで、まあ、ありっちゃありなんですよ。ただ、当たりすぎ。もうちょっとばらけててよかった。うん、バロネス2枚は正直めちゃめちゃ嬉しいです。うん。ね、ズバリですね、3枚ね。3枚は超嬉しいんだけど、うん。箱のやつが何も出てきてない。っていう状況ですね。はい。まあいいでしょう。はい。で、次、シークレットですね。ネクロシンクロンが1枚、リリカルディスニア、アンサンブルロビンが1枚。で、それから、スピードロイドルーレットですね。ガシクレでそれぞれ当たりました。これもかなりばらけてて、リリカルディスニア、スピードロイド、シンクロン、ネクロ系ですね。で、綺麗にシークレットが1枚ずつ出たっていう感じです。シクト数がここまでばらけてるのに、ウルだけめっちゃ固まってるの何なのって話ですね。はい。で、ラスト1枚、ホログラフィックレイですね。クリアウィングシンクロドラゴンです。うん。こいつの、ね、2個前だね。が出てきましたね。はい。びっくりしたよ。まさかホロレアが当たるとは思ってなくて、びっくりしました。うん。新しいホロレアめちゃめちゃかっこいいんだよね。はい、こんな感じになってます。まあ、使うことないだろうけど、鑑賞用としてはいいよね。この子はね。はい。という結果でした。とりあえず、主要だよね。リリカルリスキニアが、各カード1枚ずつしか当たってないんで、うん、後ほどちょっとこれはね、いろんなところを使って、揃えたいと思います。はい。バロネス3枚もらえないから1枚売っちゃうかな。
はい、というわけで、遊戯王デュエルモンスターズ、デュエリストパック、疾風のデュエリスト編の、紹介でした。3箱ね、開封結果だったんですけども、すっごいバラつきでしたね。面白かったなと思います。うん。まあ、たまにはこういうことも起きてもいいのかなと。うん。まあ、この中でね、このパックの中で一番の大当たりである、このカードが当たってくれたんで、まあ、個人的にはすごい満足だったんですけど、1箱目でね。うん。なんですけれども、はい、リリカルリスキアまでね、組むのはまだちょっと遠いんで、パーツちまちま集めながらね、またデッキ組んでみようかなと思います。次回の遊戯王の予定、まだちょっと考えてないんですけども、またなんか自分で、ワールドパック開けようかなと思ってたんだな。はい。ワールドパックはね、また迎えして、開けてみようかなと思います。はい。というわけで、シップのデュエリスト編ですね、3箱開封結果でした。紹介したのはシート。リンでした。はい、またねー。またねー。ミクボ、ミンド。バシーから、お願いです。チャンネル登録、グーダの評価。お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシーやと、ミクボ、ミン。チャンネルを、お願いします。